はい、咀嚼麺です。よし、じゃあガチャ動画ね、またいつも通りやっていきたいと思います。で、今回ね、この今画面に出てる、新商キャンペーンがね、こう始まって、そう、経験値が2倍になったりとかね。で、メインストーリーもね、新しいストーリーが出てくるんで、ちょっとストーリーも気になるかなってとこで、で、今回この2話サナとこのエリアイミっていうね、2体のね魔法少女が追加されて、まあ、あとメモリアが追加されてるんで、このね、このちょっとリボルバーオセロットみたいなさ、いや、どっちかっていうとカラメティミアリかみたいな、この魔法少女ちょっと欲しいなと思って、ね、私もアズキもコノハも毎日目いっぱい生きるんだ。そう決めたの、3人で。だから起きてる限りは常に全力全開でいくかんね。よし、全開でちょっとガチャ回していこうね。よし、今回はね、あのピックアップガチャがなくて、このレアガチャと、まあ、普通のこのやつ、ノーマルガチャしかないんだよね。石が今ね562個あるから、2回ぐらいしかできないのか。それでも、じゃあまず1回ガチャと10回、まあ1回ガチャからやろう。よし、メモリアの所持枠が限界になってます。じゃあガチャチケット1枚を使って1枚ガチャを行います。よろしいですか？確認。さあ、リラックスして、深く因果をたどるから。リラックスしていこうね。じゃあ、こうソフトタッチで。なんだろうな。後悔だけはしない。そう、絶対後悔だけしたくないな、今回はね。じゃあもう一回行こう。行こう。さあ、リラックスして。深く因果をたどるから。そう、あの、落ち着いてやんないとね、ダメだよっていう。いやー、このやっぱガチャの演出、確定演出がねあるのちょっとやだな。もう外れてるのが分かっちゃうからさ。 Different story, rookies。 もう一回だ。あと4枚あるんで、なんとかしてあいつ取りてえわ。さあ、リラックスして、深く因果をたどるから。リラックスしてないって怒られてるのか、見ないでしょ、ここ。よし、ちょっと見ないでおいて、あの、見ないでおいたら後で、お、星音メモリアか。あれ、これって結構前のやつじゃない。で、もう一回引くよ。そう、あと3枚。そう、さあ、リラックスして、深く因果をたどるから。これね、見ないでね引いたらすごいね滑稽なんだよね、後で動画見ると。めっちゃ祈ってるみたいなそうなっちゃうかもしれないけど、見ないとこうね、なんか見たらちょっとやっぱ楽しみが半減しちゃうよね。よし、行くぞ。頼む、もう全く今見てなかった。お、見てなかった。やっぱり見ない方がさ、こう確定するんじゃん。あ、確定じゃねえや。あの、見えてないから、あの、シュレディンガーの猫みたいにね、あの、重ね合わせの。おお、ちょっと、出てた。かわいい。縦から。よろしくお願いします。よし、まずね、この双葉サナ出たね。で、これはなんか防御系のキャラで、そんなになんか使えないっぽい感じだったけど、まあでもよかった。
よし、あと2枚あるんで、あと2枚でちょっと出てきてほしいな、オセロット。さあ、リラックスして。深く因果をたどるから。よし、ちょっと見ないでやるのいいな。見ないでやると分かんないんで、下を向いて、いけ。お願いします。よし、どうだ？星音来る？いや、来ないな。光だ、光。光だと何が出るんだろう。こいつか。しぼっ！よっしゃ、もう一回行こう。あー、とっと最後の一枚になったぞ。でも魔法少女来てるから。リラックスして。深く因果をたどるから。よし、お願いします。どうだ？どう？普通の星3とか2かな、これは。どっちなんだろう。あんこ出てきて、あんこ。この背景の色がなんか関係してるらしいからね。真中でした。ちょっと待ってね。ガチャチケットとかなんか交換できるかもしれないんで、ちょっとチェックしてくれます。戦いの準備は万全かしら？ガチャの準備は万全だ。さんでは、あ、ちょっと待って、お、サポートポイントのガチャチケットもある。これいいかもしんないよ。じゃあこのサポートチケットの、あ、じゃあサポートポイントのガチャチケットと、ミラーズコインのガチャチケット2個買っちゃうもん。え、1個にしとくか。このミラーズコインがなくなっちゃうから。で、これと10連ガチャ2回やろうかな。じゃあこの2枚のガチャがね、マドカを引くと見た。さあ、リラックスして。深く因果をたどるから。ドーン、頼みます。このね、目をね、閉じる絵が出た瞬間、目実際に閉じてるから。メモリアだ。息の合ったコンビネーション。もう一回だ、頼むぞ。さあ、リラックスして。深く因果をたどるから。頼みます。これは、あ、これもメモリアか。休日の昼寝も思うがまま。いやー、そっかそっか。よし、じゃあこっからもう10連ガチャいくから。250だから2回か。20連ガチャだね。よし、マギアストーン250個を使用して10回ガチャを利用します。よろしいですか？よろしいです。深く広く果てしなく、あなたのすべてを見せて。え、こんなこと言ってくんの？すべてを見せよう。はっ！さあ、確定演出を見てないんで、僕はまだ結果がわからない。お、ちょっと待って待って、これってもしかしてなんだろう。これは？はい、キリカ。くれ、キリカだ。黒い魔法少女。こっちの呼び名の方が馴染み深いかな。君がオリコに歯向かうつもりなら、躊躇なく潰させてもらうよ。まあ読んだからね、本当はここはめっちゃうわーってね、脇外人4コマみたいに色めき立つはずなんだけど、あんまり思い入れないキャラなんだよな。キリカは、彼女、これね、彼女って読むからね、みんな間違いないね。彼の血じゃないからね。彼女は遥か遠く。いや、ちょっとやっぱりね、まあでも4出たからね。
文句言っちゃいけないよな。ぬいぐるみじゃないよね。残り何が出るからな。なんだこれ、至福の世界。あとみんなメモリアっぽい感じの雰囲気を醸し出してるね、これね。至福の世界、何回至福の世界になる。お、見て、魔法少女。緑色はね、もうほとんど持ってんだよな。大部分を持ってるから。出た、ポッ声めっちゃ変です。喉乾いてきたな、ちょっと。後悔だけはしない。いや、後悔はせずに済みそうだぞ。そしてまた魔法少女が出る。何出るかな。おお、またこいつ出た。シュポッ。お、また魔法少女だ。光だ。もう光はね、なんか毎回あの円月輪持ったやつかって感じなんだけどな。ほら、ポッ。次はメモリアか。頼れるマミ先輩。ってことで10連ガチャ1回目はキリカが出たね。キリカちょっと見てみよう。でこれはね、なんだっけ、カウンターかなんか使えるのかな。そう、カウンター必ず挑発で、横でちょっとね、あのソウルジムがひび割れする音がめっちゃ聞こえててやばいんだけど、ちょっとこの調子で次でなんか、ま、4のやつ、いやでも4のやつもいいけど、なんだっけ、あのガンマンみたいなやつ、カラメティメアリっぽいやつ、あれ欲しいんだけどな。よし、じゃあ続けよう。マギアストーン250個を使用して10回ガチャを利用します。よろしいですか。よろしいです。さ、深く広く果てしなくあなたのすべてを見せて。もちろんです。さあ今回もあの確定演出は見ないで目を閉じるってね。でもこれ目を閉じるのは本当いいと思うんだよね。あのシュレディンガーの猫って言って、あの箱の中に猫を入れて 50% ごとにあの毒ガスで猫が死ぬ確率があるみたいなやつの話じゃないけど、そう、見ないことによってね、あの希望がね保たれるからね無限の喜びを君。今のってキリカかな。サイエンスドランカー、これカタカナだからな。お、魔法少女、頼む頼むぞ。水もね結構やっぱこいつか。ポッ。水もだいたいこの子か、あの男の子みたいなやつ。週末の向こうへ。水だな、さやかがいればな。いや地上でした。いやーちょっとあいつ出てきてほしいんだけど、星さんの名前忘れちゃった。カラメティメアリ、カラメティメ、若き日の日のカラメティメアリ出てきてほしいな。頼れるマミ先輩、もう頼れるマミ先輩めっちゃ持ってんな。
これは渾身の一発ギャグ。お、あーこれはあれか、星4メモリアか、なんだろう。友達できた。いや友達できた、めっちゃ出てるけどさ、もうツツジ狩りは終わったんだよな。いやってことで、この2回目の10回ガチャはまあまあまあって感じだね。この25個の石で1回ガチャができるんで、それを最後にやろう。この最後で、ね、カラメティメアリーを引くっていう、それでちょっとフィナーレを飾りたいね。さあリラックスして、深く因果をたどるから。いけ、よし、目を閉じて、目を閉じて祈るんだ、祈る、頼む祈りの結果ダメだな、祈ったらダメだな穏やかな日差し、よしよし、じゃあこんなもんかな。もうちょっと穏やかな、気持ちが穏やかなうちにやめとこうね。まさかまだ準備ができていないだなんて言わないだろうね。私はさっさとことを済ませてオリコとの時間を過ごしたいのさ。はい、ということでね、あの出たね、中二病。あやめも中二病だけど、こいつはちょっとまた違った種類の中二病だよね。このなんか iPad でやると、この画面が広いんだよね。でその画面が広いことを説明するときにさ、このキャラクターの足が見えてるよっていう話をしたらね、めっちゃ肝がられたっていうね、そういうエピソードもちょっと最後に伝えておきたかったんで言っておきます。よし、じゃあまた次回ね、あんまり課金してないんであれなんだけど、定期的にやっていきたいなと思ってます。じゃあまたな。